はい、元奨励会員の歩夢です。よろしくお願いいたします。今回は横歩取りの青の竜という戦法についてちょっとやっていきたいと思います。で、まあこう3四飛車と取った手がよく見る横歩取りの基本図なんですけど、まあ、ここで、まあ、8八角成から7六飛車っていう相横歩取りとか、まあ、8八角成2八歩同銀4五角っていう4五角戦法とかあるんですけど、まあ、やっぱ主流は3三角ですね。はい、でここで、まあ、3六飛車と引く手が普通なんですけど、5八玉っていう手があります。これが青の竜ですね。まあ、5八玉っていうのは次に3六歩から桂を素早く活用していこうって狙いですね。5九玉型のままで3六歩ついてしまうと、8八角成から3三歩と打たれてね、王手飛車の筋があるんで、ちょっとやりますね。8八角成同銀3三歩3五飛車2六角、これで王手飛車が完成します。これはまずいですね。私も食らったことあるんですけどね、相当苦しくなりましたね。ということで、先に5八玉と上がります。で、ここで、主流は5二玉なんですけど、初期の頃は4一玉とか、7六飛車も刺されてました。じゃあなぜ4一玉が刺されなくなったのかっていうのを少しやっていきたいと思います。4一玉にはもう3六歩とついて、まあ5一金、3七桂、6二銀ですね。で、3八銀と上がります。この3七桂3八銀の形が青の竜の一つの狙いですね。もう素早くこう4いつでも4五桂と飛べるようにしてるわけですね。まあ、一つ注意点としては、この局面3六歩とつかずに3八銀上がると2八歩で終わるんで、これもちょっとやったことあるんですけどね、気をつけてくださいということですね。はい、で、ここでまあ4五桂から5三の地点狙ってくるの見えてるんで、まあ、4二銀とね備えるのが本当はやりたい手なんですけど、まあ、これに対しては3五飛車と引いて次のここ2五飛車を見せます。で、2五飛車に対して2三歩と誤るようではちょっとね、後手が良くないので、ここは頑張らないといけないということで、8八角成から3三桂ですね。はい、これで2五の展開がなくなりました。まあ、ただここで先手に7七角と打つ手があるんですね。これが非常に厳しい手で、まあ、4一玉が消えた理由だと思いますね。で、8四飛車、これプロの実戦なんですけど、2四飛車、2五歩、5四飛車と、で、8二歩ですね。まあ、これで、ガラ空きの8筋に、桂取りに歩が打てて、先手が優勢となりました。まあ、この後も、まあ、それなりに難しい戦いは続くんですけど、まあ、終始、先手が優勢で終わったような気がします。ということで、まあ、あえてこの変化に飛び込む人はいないでしょうということで、この変化は刺されなくなりました。はい、これで4二銀の解説を一旦終わります。はい、次ですね、こちら2二銀とね、4二銀はちょっと危なかったんで、2二銀とあらかじめ2筋を受ける感じで刺す手が考えられますね。ただこれに対しても9六歩とついて、これ7七桂の準備ですね。8七歩の時にこう9七に角を逃げる手を作ってるわけですね。7七桂と跳ねて、すいません、9六歩に、まあ9四歩と受けます。で、3五飛車と引いて、7七桂から8五飛車の筋を見せるんですが、あらかじめ飛車引いときます。それで、まあ、当然桂を跳ねますが、次に8五飛車と無条件でぶつけられれば先手が良さそうですね。ということで8七歩と叩いて9七角とさせてから4四角と受けます。4四角は非常に味のいい手で、5三の地点を受けつつ3五の飛車に当てております。で、ここで仮に8五飛車だと8七歩を利かした効果で、同飛車同桂に8九飛車と打ち込んで、先手が後手がね良くなります。ということですね。
ということで、こう、8五飛車が成立しないので、4五桂と跳ねます。で、8七歩と打った弊害として、9七の角と、こう7七の桂がですね、間接的に5三の地点を睨んでるわけですね。あ、そう、9七の角は直接行ってますね。で、桂ももうもちろんこう6五桂と跳ねる準備万端ですから、ここでなんか動かないといけないんですけど、で、まあ、5三の地点を緩和するために、こう、4五の桂に3三桂でアクションかけます。ただ、これも同桂なり、同銀と取られて、そこで2五飛車と回る手がね、生じてます。はい。これで、次に、ほっとくと5六桂があるんで、もう2四飛車で、飛車にアクションしていくしかないんですけど、まあ、そこで6五飛車と回れば、まあ、若干先手がやれるだろうということで、どうも、この変化は消えたみたいですね。はい。ということで、4一玉型の解説を一旦終わります。